はい今回は京都市長選福山和人さんに対する肯定的な声とクズな立憲民主党について考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたします京都市長選ですね福山和人さんが負けてしまったんですが福山和人さんに対する肯定的な声が SNS には多数ありますで立憲民主党がクズであるということもこちら多数あります本当にですねこの野党第一党と称してうん 野党第一党とほざいて、えーね、こういう裏切り的なことをするこれが本当立憲民主党の正体であるっていうことがわかり本当に僕もそうですしリスナー様も悔しい思いをされてる方が多くいる,多くいるあるいは多くいたと思うんですよ。 でまあ、京都市長選に敗れてしまいますが福山和人さんに対する、まあね、温かい言葉っていうのが SNS であふれておりますので、まあ、そちらの内容についてですね、まあ、調べて分かったことあと僕も思っていることということでお話ししていこうと思いますもう一言で言って立憲民主党って本当にクズですね、うん、あの代表の泉健太の行動を見ていればすべて信用できないこういった意見も多数あるわけですよ。 立憲民主党というのはですね背後にまあ連合、まあ、経団連、吉野智子というものがおり、全然ですね国民のための政治をしないわけですね。その立憲民主党が野党第一党にいることによって、野党全体がまとまらない、そして今回のような裏切りを見せる、本当に許せないとしか思えない。で、この福山和仁さんがですね今回負けてしまったんですが、まあ、自民、公明、立憲民主、国民民主、 そのですね相手に接戦したっていうことで本当にすごく頑張りましたっていうそういった声が多数あるんですねで僕も本当に思います結果はですねとても悔しいですが本当に頑張っていただいたと思うで例えばそういったことがこのような表現で出てくるわけですね福山和人さん「市長選お疲れ様でした」「接戦だっただけにこの結果はとても残念京都から成長を変えるその思いが果たせなかったんだけれども」 次につながる選挙だと確信したと、えー、この選挙で立憲民主党国民民主党では国民民主党は野党ではないことも確信したと本当にこのね、まあ、立憲と、まあ、国民民主っていうのもまあ本当クズですからね話になりませんよねだから野党のふりをしたあまあ自民党の隠れ、えー、まあ衛生政党ってそういうことが分かるわけですよでやっぱりこの <coughs> 福山和人さんに対してですね、えー、そのなんていうのかな温かい言葉っていうのがあってうん 与党・野党の推薦に対して後ろ盾があるその相手に対して福山和人さんすごく接戦頑張っていたとでやはりそれに同じように出てくるのがですね立憲の執行部っていう話ですよね本当にふざけたことをしていると多くの人はこれを思ってるわけですよで僕も思ってますあんまり言うとですね言葉が悪いのでちょっと言葉控えますけど で今回の,、まあそのね、京都市長選は反共連合というのは勝ったわけですよ。でその福,山福山和仁さんの背後にはまあ、ね、共産党系がついていたとで他のところは、まあ、いわゆる反,反共産党ということで、ね、自民、公明、立憲民主、国民民主。 で逆にそれが勝つことによってまた近建政治が続くわけですよ。でやっぱり多くの人が思っていることがあり僕もそうですしリサーさんもそうだと思いますがこの福山和仁さんがですね京都市長になるその姿を見たかったと多くの人がそう思ってるわけですよ。国民のことを考えてくれる人が、ね、政治の価値を切ってくれれば僕たちの生活が良くなるそういう思いで票を投じた人たち多くいると思いますがその人たちの思いがね今回まあ 届かなかなったといいうことでで本当に悔しい限りですで例えばまたあの別の方はこういったことを投稿されてるわけですね。本当に京都の皆さんお疲れ様でした福山和仁さんが残念でなりませんがこの教訓が必ず見える主権,者が主権者が投票に行けばです、ね、自民党を倒せるそう,そういったことを思えたそ,のそんな選挙だった京都の皆さんに感謝しております。 明日の日本を作るのは国民、えー、日本の主権者は国民であると、まあ、そういったことを、こういうような内容がですね、いろいろ投稿されてるわけですよ。で僕もそう思います。で、これ、どういうことかっていうと、まあ、その京都市長選ですよね、えー。自民、公明、立憲、国民民主の、まああまあ、推,奨推,奨推奨された、この松井とですね、福山和人さん。で結果的には この松井がです、ね、17万7454票に対して福山和人さんがです、ね、16万1203票でかなり競っていたわけですよで。途中までは福山和人さんの方が優勢である、まあ、そういったにもかかわらず、えーまあ、僅差で負けてしまったと、まあ、何かあったのかもしれない。ただ、まあ、そういうこともあるが、僕たちが思うのはただただ悔しいだけです。でこの投票率が、ね、41.67%ということで。うん 前回、4年前の選挙より0.96ポイント高,高くなったって言ってるけど、それでもまだ低いと思います。41%っていうことでね、投票率の低さっていうことで、まあ、そういったものもね、やはり組織票に負けた一つの要因じゃないかと、まあ、そう思います。本当に、えー、悔しいんですよ。まあ、皆さんも多分僕も思ってることは、それだけだと思います。本当に、えー、悔しいんですね。しかし、えー、僕たち日本国民がまた同時に思うことがありまして、えー、このまま日本が終わっていいはずがないんですよね。 このままこんなおかしいことが続いていいわけがないんですよ。だから今回もそうですがね。あの期待を持てるところっていうのはあるんですよ。この福山和仁さんもそうですし、山本太郎さんとかねえ、令和とかそ,そういった期待を持てるところに国民がですね。注目していって日本国民がですね。一歩、そしてまた前へ一歩進んでいくことによって日本が良くなっていくと思います。このままあ終わっていいはずがないえ、このままあ変わらない状況が続いていいはずがない。 今回のね、福山和仁さんのことっていうのは、僕もリスナー様も悔しい思いをしてます。だけど、まあ、その悔しさをです、ね、国民が覚えてで、その次の選挙、次の投票の時は、もう何としても自民党政権交代で、今回も分かりましたが、自民、公明、維新、国民民主、立憲民主はダメだということです。日本をよくできる政党、国民目線でものを考えてくれる政党っていうのは、令和と社民と共産ぐらいしかないと思います。だから考えはいろいろあるっていうかもしれませんが、 令和社民、共産に、えー、みんんなながかければ変わるんじゃないいと思います。少なからず自民、公明、維新、国民民主、立憲民主に、えー、なっている限りですね、今の状態のひどさがさらに続くと、まあ、そういったことが今回の件でね、この京都市長選で分かったと思います。ちょっとですね、えー、やや感情的になるので、えー、申し訳ございませんということで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。